え、ひろゆきさん時計をしますかするならする理由、しないならしない理由を教えてください。スマホもというか、ま、携帯電話を持つようになってから、それ見れば時間がわかるのでしなくなりましたね。僕はその時計を、高校3年生の時にカシオのプロトレックっていう腕時計を買いまして、それがその温度と気圧がわかるってやつで、あと方位がわかる。気圧がわかると高度がわかるんですよ。なのでその山登り用の人の高度と気圧と方位がわかりますよっていう時計で、割と僕気に入って使ってたんですけど、 の後継のバージョンでまあそういういろんなセンサーついてるやつって便利だよねっていうので g ショックっていうシリーズができたんですよ G-SHOCK の高級版として僕が使ってたのはプロトレックなんですけどプロトレックはあの全然マイナーなものなのでその後の G-SHOCK はなんかすげえ流行って G-SHOCK 初代モデルは1個10万円とかになってたんですよ僕が買ったプロトレックはあの全くそこまで事情がないままマイナーなものなんですけどたまーに僕そのネバタ州の砂漠でバーニングマンっていうイベントに行ったりするんですけどそれ の時とかにプロトレックの時計持ってったりするんですけど、まあ、未だに使えてるので20年以上使えてるので、そういう意味ではそのプロトレックって、あのカシオの時計は割と機能も高いし、いや。あの辞職ってあの衝撃に耐えられるよね。っていうね。丈夫で作ってるんですけど、プロトレックシリーズも割と丈夫できちんと動き続けるのでいい時計なんですけど、ただまああの時間を知る上で行けば携帯電話見れば時間がわかるので基本持ち歩いてはいないですね。 えとひろゆきさんはなんでジャガールクルトが良いと思ったの時計って自社で部品をヒゲゼンマイまで含めて作れるメーカーって確か3社ぐらいしかなくてジャガールクルトはその中の一つなので,で僕はあの性格が悪いというかひねくれ者なのでみんなが買ってるロレックスみたいなの持ってあんまり興味を持たないんですよみんなが持ってるんだったら僕が持たなくていいじゃんみたいななのでジャガールクルトっていうのを割とこう調べた結果あれ俺高い時計買わなくてもいいんじゃねっていうことに気づいたっていうので買わなかったっていうだけですはいジャガー買ったの買ってないです ジャガー・ルクルトってあのね、えっと、時計のメーカーですジャガーっていう車ではないさえジャガー・横田でもないそれプロレスラーのもですねあれ。 えー、ロレックスはバカがだまされてるだけあでもロレックスの方がまだマシですよ結局時計ってリセールバリューまあ,そのとあの時計を買った時にじゃあ5年後にその時計ってどれぐらい売れるかっていうとロレックスって物がしっかりしてるので結構ちゃんとした値段で売れるんですよただその他のメーカーって OEM だったりするのでそんなに高く売れないんですよなので何も考えてないんだったらロレックスを買った方がいいです売る時にそれの値段がつくので けど売るる価値下がるよねなんかそのおしゃれなブランドとかって割とその売るとき値段めっちゃ下がるんですよね時計としての機能がそんなに良かったりするわけではないとかだったりするのでそうフランク三浦とかねレックス買ったら40万円から80万円になったロレックスは割と値段上がるんですよね限定品をちゃんと買うとなので本当にその時計のそのなんかブランドとかよくわかんないけどなんかおしゃれっぽいの買いたいっていう人はとりあえずロレックス買っといた方がいいと思いますであのブランドとかよくわかんないけど性能がいいのが欲しいって言うんだったらチューターだっけあのレックスの安値ブランドの方 えっと、ヴィンテージロレックス投資についてどう思われますかコロナ禍でもヴィンテージロレックスはどんどん買われています。あ、全然ありだと思います。コロナがどうこうとか関係なく、金余りの状態なんですよね、今。飲食店とか、あの、あの要は高いお店行けないし、そのキャバクラみたいな風俗とかも行けないので、でも金持ってる人は全然金持ってるので、じゃあ投資しようって呼んで今株価結構高いっていうのもあって、ヴィンテージ時計とかも結構売れてたりするんですよね。なので、全然時計投資ありだと思います。えー、2年前くらいからヴィンテージロレックス投資を始め数千万くらい貸し、買いました。 現在投資の資産の見込みでプラス30%くらいになりました。まだ売り買いしてそこそこ現金化した分も儲かっています。今コロナ禍で金余りで投資をする富裕層がいると思いますが、いつまでヴィンテージロレック投資をやっても大丈夫でしょうかアドバイスいただけたら幸いです。割とずっと大丈夫なんじゃないですかね。一時的に下がることはあっても、ロレット X が急激に値下がりしてその後値段上がらなかった話を聞いたことがないんですよね。なので割と時計投資でちゃんとあの限定モデルっていうのは失敗しないので全然いいんじゃないかなと思いますけど、知り合いの経営者の人で五十億円ぐらい盗まれた人がいて、その人がまああの趣味で時計をずっと集めてて何億円も時計に突っ込んでたんですけど結局買って った時の額より得したのはロレックスだけだったっていう話があって、なので、やっぱりそのロレックス以外はそんなにあの価格が安定してないらしいんですよね。ちなみにあの50億ぐらい損したで、ね、多分あの、あ、あの人だなって分かる人は分かると思うんですけど、はい、あの音楽会社のあの人からこの話を聞きました。はい。 えー、ロレックスはあまりの人気で全国の正規店では一部不人気モデルを除いていつ行ってもありませんが当たり前になっています。ブランドイメージのためか量産は全く考えていないみたいです。また転売防止のためヒアリング的なものがあり運よく在庫があっても買えないことが多々あるみたいです。興味はないかもしれませんがこのような現状をどう思われるか広木さんのご意見が聞きたいです。 って言ってるけど、並行輸入とかで死ぬほど売ってるので、別にいくらでも買えるんじゃないですかね。一部人気モデルに関してはいくら予約してもなかなか買えないよねってなうあるんですけど、多分お金のない方だと思うんですよね。常連さんでロレックスの正規店で何本も時計買ってる人が、今度のこの限定品欲しいんだけど俺の分取っといてって言ったら取っといてくれるんですよ。でも人気のモデルだけ買って転売したいっていう貧乏人には、正規店は売りたくないじゃないですか。なので、今までうちの この店で1回も買ったことない貧乏そうな人が来た時にデイトナのこのモデルありますかって言ったらうんありませんって言いますけど常連は買えます。なのでオーデコロンボさんの問題はブレックスが品薄なのではなくあなたが正規店でちゃんとものを買ってないっていうのと貧乏そうな見た目をしてるっていうのが問題だと思います。 えっと、仕事でもプライベートでも尊敬していた先輩から時計の窃盗のぬるぎぬを着せられましたが、私が取ったとされる時計は以前私が先輩にプレゼントしたロレックスでした。その後疎遠になりましたが、今でも何をしているのか心配になります。風の弱さでは近しい人たちから1000万円以上借金をしているそうですが、連絡しない方がいいでしょうか。はい。 ちなみに私はその後ショックで鬱になりましたが、一年発起して独立し、昨年の納税後の年収がようやく1億円を超えましたおし。おめでとうございます。納税後の年収が1億円ってすごいですね。それってその、えっと、2億円の年収にして、5000万円税金になったってことですかおめでとうございます。お金のない人には絡まない方がいいです。お金がない。で、そのお金がないから疑心暗鬼になったりして、その他人を攻撃して、なんとかお金を取ろうとしてるっていう状態だと思うので、自己破産とかして、そのもうお金を取る必要がない状態になったら連絡すればいいと思う んですけど、今お金がある状態で入ると多分めちゃめちゃ嫌がらせされます。要はその嫌がらせをしたり、脅したりしたらお金が取れるかもっていう風に思われてると思うので、なので関わるだけメンタル削られると思います。と兄貴の友達から電話があり、230万のロレックスを指定された店で購入してくれたら報酬20万あげると言われました。私の銀行カードで3年ローンの支払い、月々の支払い、その人が振り込みをしてくれらしく、購入したロレックス兄貴に渡すよう言われました。何の詐欺でしょうか？<laughs> ま、普通に逃げられて終わりですよね。はい、<laughs> 何。 というか取り込み詐欺とかいいんじゃないですか 22歳大学生です。現在自分はとある事業を始め、月の収益が10万から馴染まれます。ただ金よりも彼女の方が欲しいです。金があれば持てると前に言ってましたが、どう加かせばいいでしょうか今のところ東京に行ってインカレサークルや学生コンスイッチバーみたいなところで、とにかく出会いを増やそうと考えています。大学生であれば、普通にその大学の友達におごるとかすればいいんじゃないですか同じクラスの子とかで、まあ多分飲み会とかクラスであると思うので、じゃあ俺おごるわ、とかっていうのはあの金払いのいいところとか見せると、 割とととと金金持ちだだかかからついいいいいててきたなななるる思うううののででで高高高時計とかあの高そそネックレスとか高そうな服着てください金で騙さ騙れる子多いのでえ前回の質問、回答ありがとうございます。ブランド物の,の話についてバカを釣るには最適だと言われたので、100分は一件にしかず思いっきりダイエット金のギラギラの時計を購入しました。ひろゆきさんのおっしゃる通り、バカが超大変釣れました。ありがとうございます。人生ある意味豊かになるそうです。バカはたくさんいるんですね。びっくりしました。まあ、多分、いっぱい釣れたんだったら元が取れたんだと思うんで、はい、おめでとうございます。まあ、そういう世の中ですよね。